なんか甘いものが欲しくなりますね。ああ、甘いものですか、うん。チョコレートでも欲しくなりますね。ちょっと。あれ、ココアってさ、はい、ココアって日本の言い方なんだよね。あ、そうなんですか。だって、海外だとホットチョコレートって書いてない。あ、ココアじゃなくて。あ、だから、思うんだけど、はい、あのココアってチョコレートの味がするなっていうふうにずっと僕思ってた子供の時に、はい、チョコレートの匂いがするし、はい、なんでこれチョコレートじゃないんだろうってココアなんだろうと思ったんだけど、ココアっていうのは日本で作る、なんか日本で付けられた名前で、はい、海外ではホットチョコレートですって言ったらそれでいいじゃねえかっていうなんか思った覚えがあるんだよね、はいはいはい、それ子供の時に聞いて、はい、なんで別なものっていう形にしたんだっていう。なんで？でもホットチョコレートはホットチョコレートで、もっとホットチョコレート、その当時ミスタードーナツであってさ、はいはい、ホットチョコレートっていうのが、うわ、ホットチョコレートはやっぱりココアに比べてうまいなっていうふうに思ったんだけど、まあ本当チョコレートって感じがしますよね。チョコレートの感じだったから、はい、若干チョコレートじゃない、はい、ココアらしいものっていうものに新しい独自なものがきっとできたのかもしんないね。なんか今住み分けられてる感じはしますよね、うんうんうん、だって確かに今だって並列であるなっていう気はするから、はい、ありますもんね、うんうん、でだから海外出てココアっていうの通じないよっていうふうに、はい、うん、まあ、基本でカカオから来てるわけじゃないですか、はい、で日本のチョコレートっていうのも海外の基準で言ったらチョコレートにははまらないのさ。あの混ぜ物が多すぎて、チョコレートってのは純粋にカカオのやつが何パーセントでこれぐらいで、これをチョコレートと呼ぶっていう品質基準があるから、はい、日本のチョコレートはほとんどチョコレートに当てはまらないっていう。あ、そうなんですか、うん、だから日本のチョコレートこそ違う名前つけなきゃいけないんだよ。ああ、なるほど。新しい名前を。なるほど。っていうふうに考えると、子供の時それで育ってるから、はい、だから海外のチョコレートとか食べると、はい、なんか違うなっていう気が確かにするよねって。ああ、そうなんだ、うん、あ、ま、でも確かにそうですね、うん、まあ、ちょっと違いますもんね、うん、基本的に頭を使う職業っていうのは基本的に甘党の人が多いんで、あ、でも一番脳みそって甘いもの欲しいだったんで。そうですね、はい、だから実際手塚治虫だって、はい、お汁粉を入れたラーメンをが好物だったらしいよ。そうなんですか。合うんですかね。いや、合わないだろう。どうなんだろう。あと、小豆ラーメン食べるらしいですよ。あ、でも、ということだよね、じゃあ。多分そういうことなのかもしれないですけど。うん。いや、小豆、なんか小豆、なんかスープを、だしを取ってるみたいな感じ。で、お汁粉ラーメンをよくその合間に食べてて、はい、で、それを松本零士だったかな。おー、はい。勧めて、はい、で、松本零士なんてまだ駆け出しだった頃で、うん、それ食べて、食べながら、うまいからって言って食べさせられて、こういういじめがあるんだと思って、おいしいです、おいしくないんだ、神様がそう言うならば作ったっていうことがあったらしいですけどね。参りましょう、2ヶ月過トルコでシャンプー CM にヒトラー起用。トルコのユダヤ人コミュニティの指導者らは、ヒトラーを起用したシャンプーのコマーシャルは人権に対する大きな侮辱だと非難し、放送を中止すべきだとの見解を示したそうです。ヒトラーを使っちゃダメってことだよね。まあまあ、やっぱそういうことですよね。どんな CM か、なんかあんまり靴も書いてないんですけど、トルコ機械でヒトラーとか、はい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 、はい、え、ああ、ああ、要はあホットペッパーの CM みたいなものだ。あの演説してるシーンを勝手に吹き替えてアフレコしてって、ああ、なるほどっていうことだね。吹き替えでヒトラーは男性は女性用シャンプーを使うなと訴えて、あ、なるほど、なるほど、ああ、なるほど、なるほどね。そうか、そうか、じゃあ、そうかな、元帥の演説のシーンとかも結構誰かに吹き替えてもらえると面白いものができるかもしれない。あ、それ面白いですね、うん、あ、それ面白いですね、うん、演説ってよくできるなっていう、まあ、毎回やってるものとしてはできるんだけどさ、っていうか、あの場に立つとね、あ、じゃあ今パッとやってみてって言われたらなかなかできない。あ、そういうものなんですね。そう、あのシチュエーションがあったら最後があるから、はい、ひらめくというか、はいはいはい、あのなんとなく出てくるというか、はい、あの言えるっていうか、はい、まあ、昔はほとんどアドリブだったからね。すごいですね、演説とか全部は、うん、なのでなんかね、サモ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 であるかのように。
難しいことを簡単に言う方が難しいんですよ。あ、簡単なことを難しく言うのはそんなに難しくはないっていうことですよ。なるほど。っていうことなんですかね。昔さ、はい、あのカメレオンマンっていう映画があって、カメレオンマン、うん、ディアレンの、おカメレオンマンっていう、はい、僕それ結構衝撃受けたんだけど、はい、完全にドキュメンタリータッチなんだよ。で、映画じゃないんだよ、ドキュメンタリーなんだけど。だからあのね、フォレストガンプにすごい近い。あ、そうなんだ。フォレストガンプは絶対カメレオンマンのパクリじゃねえかって俺は、はい、結構思ってるんだけれど、はい、あの作り方的にはね、はいはい、でもフォレストガンプはまだあのストーリーがあるっていう、映画なんだけど、はい、完全にテレビ番組みたいな、もう最初から最後まで、ノンフィクションっぽい感じの、はいはいはい、だから実際最初見た時は信じちゃうね、ちょっと。あ、へえ。本当にそういう人がいたんだろうなっていう、はい、もちろんディアレンが演じてるわけだから、はい、その時点でおかしいっていうか、フィクションなんだけれども、はい、あのまさに本当、知らなければ、はい、ディアレンとかを、はい、へえ、そんな人がいたんだって、どこにいても紛れてしまって、はい、あの絶対不自然に思われないっていう、大リーグの球場にいたといて、いきなり。あのまあ、選手でもないのに選手の服着て、はい、でバット持ってたとしても誰も疑わないみたいな、はい、っていう得意性を持ったカメレオンマンっていう、それがあのいろんな歴史のシーンに出てきてて、はい、でヒトラーのところも合成されてて、はいはいはい、ヒトラー演説してる後ろで、はい、後ろにこうナチスの高官が座ってるじゃん、はい、その中にいるんだよカメレオンマンいて、自分の恋人を見つけてって言ってわーって手振ってるシーンがあって、それであのヒトラーはそれに気づいて、はい、でなこういう風にやってみんなにわーっと追いかけられるっていう、へー、本当にうまい具合に合成してるんだよね、その記録映像でちょっとあった部分を。あ、それすごい、面白いな。あれ面白いよ。あれね、僕少なからずあの影響を受けて、ステージ作りとかっていうのには生かしてるところがあるなと。ああ、なるほど。お相手は原生こと楠本修正と、マーシーこと真島新太でした。また明日お会いいたしましょう。バイバイ。バイバイ。